ですね、ようやく、赤ちゃんを連れて自宅に帰れると思いきや、なんと横断の検査に引っかかってしまいまして、一緒に帰れなくなりました。残念すぎる。いやー、ショックですね。なんか晴れてたいみたいな、一緒に帰るよみたいなのをすごい想像してたのでショックなんですけど、まあでもプラスに考えようと思います。まあ、きっと治るものだと思うので、今日は一日お家で搾乳はしつつも、まあ、寝れる時は寝て体力を復活させようかなと。ちょうどね、
眠気も溜まってきてたので、今日はワンちゃんたちとゆっくり過ごし、そして明日私も体力回復した状態で、赤ちゃんを迎えに行きたいなと思います。まあ、明日もね、検査結果次第でもう一日伸びたりするかもしれないので、ちょっとドキドキなんですが、無事明日は一緒にお家に帰れるよう願っております。ということで、せっかくメイクもしたけどすっぴんでよかったわ。全然な、ちょっともうタクシー呼んで一人で帰ります。めっちゃかわいそうやったわ。なんか目にね、こういうでっかい絆創膏みたいなのつけて照射され治療とのことです。いったちょっと薬飲もうとした。もう荷物ある程度まとめてるので、帰る準備をパッとしていきますか。あっという間でした、入院生活4日間。部屋ともお別れか。でもウブたちに会えるのはちょっと楽しみです。早く会いたいね、ベイブたちに。よいしょ、よいしょ、オッケー。マスクつけていきますか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。でもね、これから出産を控えられてる方やご家族の方など、なんか雰囲気をつかんでいただければいいんじゃないかなと思って撮ってみたんですけど、どうやったやろ、どうなんやろ、わからんわ。途中ほんまにもごろうとしながら撮った部分もあったり、バック紹介の時とかもね、ちゃんと喋れてたのかな。ちょっと編集また変えて落ち着いてから頑張りたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。